台本じゃ済まねえぞ、分かってるだろお前らなら。ネタじゃ済まねえのぐらい分かってるだろ。とりあえず終電ないから帰るぞ。いやもうネタじゃ済まないよ、ちょっとオーバーにやりすぎだよ。帰るよ、ボンちゃんのところ行くよ。いやー、心中穏やかじゃねえよ。一つの笑い取るために命かけだよこっちは。アホかよお前、家帰れねえじゃねえよ。急ぐぞ。毎回こうだかんな。帰るぞ。サービスはさっきの枠までだわ。お前らが甘く、最近のリスナー分かんないかもしんないけど、そんな甘くねえかんな。昔からふわっち見てる人なら分かるかもしんないけど、そんな甘くねえかんな。こっからは修羅場どころじゃないよ。こっからがマジでシャレになんない感じだからな。リスナーに聞いてみろ、子さんの、ふわっちの子さんのリスナーに聞いてみろ。こっからだよ。急がないと。死で済めばいいけど。いやー今回はやばいよ。子さんリスナーに聞いてごらん、今まで何があったか。今まで何があったから子さんリスナーに聞いてください。歩いて帰る。いやそういう次元じゃねえから、お前らが考えてる次元なんかはるかに超えてるから。酔いも覚めるだろ、酔っ払ってねえわ最初から。今まで何があったか知らねえからこうやってわちゃわちゃやってんだよ。土下座なんてそんなもんじゃねえよ。今まで何があったのか、子さんのリスナーさん書いていいよ。
うん、今までどんなことが起こってきたか。シャレじゃ済まねえよ、土下座なんかで済まねえよ。ズバニアン襲撃なんか一番甘い事件だろ。首の頸動脈切ってるし、ビルから飛び降りてんだぞ。だから急いでんだろ。だから新規リスナー知らないんだよ、俺がどんだけ命かけて配信やってんのか。嘘じゃねえわ、俺が言ったの嘘かどうか聞いてみろよ、リスナーに。家すぐそこ。なぜすぐに帰らなかったか。配信者だからだろうがよ。野暮な質問すんな。家近いよ。なんで威張るのか。切羽詰まってっからだろうが。とにかく急ぐぞ。とにかく急ぐぞ。出るわ。ネタで済んだ試しが一回もねえわ。ネタで済んだ試し一回でもあったか、今までで。今
今までで1回でもネタで済んだことあったか。ねえだろ。いや、俺は今自分に言い聞かせてんだよ。ちなみに前回あそこのビルの屋上から飛び降りようとした時、あそこのビルの屋上と飛び降りしようとした時の理由は女のコメント拾ったからだからな。あそこのビルの屋上のロンちゃんが飛び降りようとした時は女リスナーのコメント拾ったからだからな。ツバニャンに1時間だけコラボして、ツバニャンは襲撃、女性リスナーさんがリアトツした1分間でのんちゃんは頸動脈刺したんだからな。やべえかな。俺がのんちゃんを守る。のんちゃんには俺しかいねえから。
悪いやつなんか一人もいねえだろ。今回悪いやつなんか誰もいねえよ。誰がいるんだよ。悪いやつなんか一人もいねえよ。いるか？この中に。あれも悪くねえだろ。俺は配信で飯食ってんだよ。俺は配信で飯食ってんだよ。月収15万だぞ。あれ見れてんの？これ見れてる？大丈夫か。バグってんな。コメントが止まったわ。見れてねえわ。とりあえずこのまま行くわ。あれ？のんちゃん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 ？
ねえな。のんちゃん？どこ？のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん返事して。のんちゃんどこ？のんちゃんいないの？のんちゃん、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 どこだよ、なんでいねえんだよ。わけわかんねえよマジで。ちょっと枠取り直すわ。わけわかんねえマジで。どうすりゃいいんだよ。のんちゃんがいねえよどこにも。のんちゃんがいねえわ。のんちゃんいるならいねえな。くそ、早く探そう。のんちゃん、のんちゃん、くそ、のんちゃんどこだ。延長チケット1枚消費。のんちゃん、のんちゃんどこだ。マジでどうしたらいいんだよ。のんちゃんがいねえよ。女の子一人でこんな新宿なんか歩かせらんねえよ。誘拐されるだろう。どうしよう。どうすればいいんだよ。どうしたらいいか全然わかんねえよマジで。のんちゃんの車ねえ。のんちゃんの車ねえわ。のんちゃんの車がない。どうすりゃいいんだよ。俺のんちゃんの電話番号知らねえわ。
のんちゃんの車ない。のんちゃんの家は遠い、どうすりゃいいんだろう。てか俺そもそも携帯電話持ってねえわ。マジでどうしたらいいんだろう。どうしよう。どうしたらいいんだろう。わかんねえよ。冷静になれ、冷静になれ。今できることをやろう。冷静になろう。待って、冷静になろう。冷静になるわ。待って。そうだ、LINE しよう。LINE するわ。LINE するわ。ありがとう。できることをやろう。できることやろう。できることしかできないから。できることやろう。何しよう。やばいやばい。LINE するわ。LINE する。どうしよう。どうしよう。どうしよう。ダメだ、ダメだ。どうしよう。Thank you.
すねえのかよ。心ちゃん 3P とかって OK の子なのかな。黄色いのはね、俺の油。喉乾いた。俺が悪いのか。どうすりゃいいんだろう。のんちゃんの実家は遠い。車で30分。人間が歩ける距離じゃない。車なかった。車はなかった。バーガープレゼントありがとう。
どうすればいい？みんな教えて。俺はこんな時どうすればいい？どうすればいいかな。リスナーさんからもらったお金をタクシー代に使うことはできない。ハートプレゼントありがとう。団子ありがとう。旅に出るか。1800円のマクロスタツとかよ。1800円の枕ずっとだよ。バカありがとう。ニトリのやつにドン・キホーテのカバーだよ。のんちゃんは悪くないよ、みんな。やめて。のんちゃんは悪くないよ。のんちゃんにせいにするのやめて、みんな。俺が悪いんだよ。全部俺のせいだから。人のせいにするの本当に良くないよ、みんな。のんちゃん悪くないよ。いや、俺が悪いんだよ。わかった。のんちゃん、俺だよ。和道だよ。のんちゃんがこの放送を見てるかどうかはわからない。みんなはのんちゃんのことを悪く言うけど、俺はのんちゃんのことを悪いと思ったことは一回もないよ。のんちゃんのことは俺が守る。のんちゃん、見てる？
モンちゃん。耳じゃなくて心で聞いてほしい。俺は世界で一番かっこいい男かもしれない。俺はすごいかっこいいかもしれない。のんちゃんにとっては手の届かない男かもしれない。俺はその距離を縮めたいと思ってる。見てるかどうかわからないけど、見てるかな。見てるかな。俺はすごい人気があって、いつもチヤホヤされてて、いろんな人に支援されてるかもしれない。俺はそんな自分が大好き。俺はそんな自分を誇らしく思う。そのせいでのんちゃんのことを傷つけちゃったことは仕方がない。ありがとう。え？ポンスケとセブン捨て頃でないって本当なの？本当なの？本当に出ないの？え、それマジなの？腕立て？何腕立てって。え、本当に言ってんの？マジかよ。いやー、マジどうしよう、本当に。うん、疲れたわ。いやー、どうしたらいいんだろう。
そうだね、のんちゃんの連絡待つしかないよな。待った方がいいのかな。LINE 出なかった。何回も電話したけど LINE に出ない。待つか。そうだね。ジタバタしてもしょうがないもんね。テロップ変えるわ。変えます。だんだんなんか腹立ってきたな。なんかだんだん腹立ってきたな。だんだん腹立ってきたわ。うわ、うわうわ、気づかなかった。マジか。聞いたわ。今ですか。家に帰ってきたところです。
捨て頃はなくなんねえよ。選手が全員いなくなっても、俺が一人で戦う。リングの上で俺が一人で戦う。これは戦う。もうさ、ちょっとわちゃわちゃしてきたんで、次枠いきまーす。延長しまーす。はい、OK です。延長しまーす。トレーニングやってるよ。トレーニングやってるよ。旅も続けてるよ。全部やってるよ。どこで間違えたんだろうな。どっから間違えたんだろう。俺にはわかんねえな。腹減ったけど、ちょっと食う気分じゃないのよ。何があったのか教えてほしい。一言だけでいいですか。一言だけで言わせてください。何もなかったって感じですね。眠いです。何もなかったです。俺、糖質制限ダイエットやってるんだよね。今食べれないんですよ。ダイエット中なんで。減量があるんで食べれないっす。ウェイトはね、82キロまで増やしたんだ。ウェイトは増やしたんだよね。誕生日前なんだけどね。疲れたマジで今日。ちょっと気になって寝れないね、のんちゃんと連絡取れるまで。ハートありがとう。のんちゃんは俺のこと世界で一番愛してくれてる人なのね。のんちゃんのこと理解できるのは俺だけだから。
心ちゃんは可愛かったよ。心ちゃんは可愛かったよ。もう寝るわ。もう寝るわ。みんなおやすみ。おやすみ。もんちゃんからの連絡待ちます。いや、悲しいよ。悲しいよ。すごく。初見さんいらっしゃい。初コメありがとう。俺は悔しいよ。どうしたらいいかわかんないよ。もっと俺はのんちゃんと笑顔でいたいだけだから。のんちゃんと笑って、のんちゃんと一緒にいて、のんちゃんと、初見さんいらっしゃい。フォローよろしくお願いします。なんでこんなことになったのか全然わかんないよ。どうしたらいいかわかんねえよ。誰が悪いとかじゃないと思う。誰が悪いとか、何が悪いとか、そういうのは、そういうのはいいよ。じゃあみんなお疲れ様でした。ありがとうございました。おつでーす。お疲れ様でーす。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。明日多分のんちゃんからメールが来ると思うんで、明日報告枠やります。お疲れっす。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。